三次市立東下市小学校は、広島県三次市東下市中4丁目にある私立、小学校。通称東下市小。児童数は675名。周辺には三次市立東下、市中学校や東下、市保育園、東下市幼稚園など、教育施設が集中している。東下、市中学校区である近隣の小学校とともに、小中一貫教育を推進している。 1874年、上本町の新本州満福寺の道具にて東海市小学校として設置された。1887年に、上原小学校、下原小学校の2校を廃止して本校へ統合、東海市人上小学校とした。1891年に、村の名前に合わせる形で現人上小学校と改称したが、1917年に、 原村が調整移行する際に10日市長となったため、町名に合わせ再び10日市人情小学校となった。1932年に現在地に移転。1941年には国民学校令により10日、市国民学校となり、戦後の学生改革により1947年に10日、市長率1日市小学校と改称した。 1954年に東海市長が三次町をはじめとする周辺の町村とともに三次市へと市政移行したことから現在の公明である三次市立東海市小学校に改称した。1952年に全児童を対象に完全給食を開始し、PTA による製パン工場が1958年に完成し、給食に導入した。これらの働きが評価され、 1959年には文部大臣より学校給食有料校として表彰を受けた。その後もパン工場を拡張するなど、給食の質の向上を積極的に行っていた。このパン工場は1991年に閉鎖している。学区は三次市の市街地にあたる。公式サイト、学校だより、もう来ガは平成25年度4月号より、 2013年8月4日閲覧。詳しくは10日、市中学校区小中一貫教育を参照。ありがとうございます。